EA-18G グラウラー EA-18G はアメリカ合衆国の電子戦機で EA-6B プラウラーの後継機として複雑型の回 A-18 回スーパーアホーネットをベースに開発された。愛称はグラウラー。アメリカ海軍では2010年から厳正が始まる EA-6B の後継機として回 A-18 回ブロックに戦闘攻撃機をベースとした電子戦機を開発することとし、回 A-18F を使用して初期の飛行デモンストレーションが実施され、2001年11月15日に完了した。2003年12月29日には、アメリカ海軍が5年間のシステム設計及び開発契約をボーイング社に与え、 海軍の正式プログラムとしてスタートした。アメリカ海軍は、ボーイング社に試作機2機の開発契約を与え、2006年8月16日に、試作処方機がボーイング社セントルイス工場に隣接するランバート国際空港で初飛行し、9月22日にアメリカ海軍に引き渡されて、パタクセントリバー海軍航空基地の海軍航空船センターで試験が開始され、 試作2号機も2006年11月13日にランバート国際空港で初飛行を行い、11月29日に海軍航空船センターへ引き渡されている。e a 1 8 g 量3機は2006、会計年度に4機の初期生産型が発注され、2007年1月には試作機を使用しての案、アルック -99 戦術。 妨害装置ポットによる妨害飛行試験にも成功している。2007年9月24日に量産初号機がアメリカ海軍へ引き渡され、2008年6月4日には艦隊速応飛行隊向けの量産機の引き渡しが開始され、まずホイットビーアイランド海軍基地の第129電子戦飛行隊に配備されて乗員訓練が開始された。 続いて最初の実戦部隊となる第132電子戦飛行隊への配備が開始され2009年9月に初期作戦能力を獲得した EA-18G はスタンドオフ電子妨害、護衛電子妨害、自己防御電子妨害などのミッションをこなす機体となるもので EA-6B を基本にした能力を備えている。電子戦装備としてはアン アルック -99 戦術妨害装置ポット、アン、アルック -2182 無線周波、受信システム、アン、アルック -227、22通信対抗手段セットを搭載する。また、下記完成レーダーは、アン、APG-79 アクティブ電子操作、アレイレーダーで、回、A-18E、回ブロック2と変わらない。本機では固定武装は、 オミットされており、カイ A-18E。カイでは、M6120mm バルカン砲が搭載されることになる機種内スペースにも、電子専用機器を搭載している。また、カイ A-18E、F と共通する部分が多いため、高い対地攻撃能力と、対空脅威に対する自己防御能力も有する。ハードポイントは、カイ A-18E。A 位の11箇所から両翼端のミサイルランチャーが電子専用ポットに変更されたため9箇所になり、内胴体中心線下のステーションナンバー5と両主翼下中央のステーションナンバー2と8には、アン、歩くマイナス99戦術妨害装置ポットが装備される。胴体下のものは低バンドの妨害装置ポットで両手翼下のものは高バンドのポットである。 残りのステーションにはミッションに応じた装備品が搭載され、うち2カ所は原則としてイジム -88 ハーム体レーダーミサイルの搭載ステーションとされている。また、ステーション4と6には AIM-120 アンロム空対空ミサイルを搭載できる。フェリー飛行の際には、胴体かとよくかに480ガロンタンクを、計護個装着して1800回り飛行できる。 コックピットは、海 A-18F と基本的に変わらないが、後席には電子妨害士官が登場し、多機能表示装置に ECM 状況などの表示が行える。また、前席のパイロットも同じ情報を多機能表示装置に映し出すことが可能である。当初から EA-18G として発注、納入を受けているのは、現在のところ、アメリカ海軍のみである。 オーストラリアオーストラリア空軍は、カイイマ海 -111C 戦闘機の後継機として、導入を予定していたカイイマナ海 -35 の開発遅延により、更新計画を予定通り進めるため代替機として、カイ A-18F マイナスを24機導入しているが、これらカイ A-18F マイナスのうち12機には、将来カイイマナ海 -35 が導入された際には、EA-18G マイナス a の回収。 転換を図ることを考慮して、電子戦機への回収に必要な配線等がすでになされている。2012年8月にオーストラリア政府がこの回収案を正式決定したため、将来的にオーストラリア空軍が EA-18G の運用国となることが決定した。当初の計画通り12機が EA-18G への回収、転換を受け、 運用能力獲得に必要な機体回収費や訓練システム導入費などの経費は15億ドルと予定されている。しかし、その後オーストラリア政府は24機をそのまま戦闘攻撃機として使用し、新たに EA-18G12 機を導入する計画に変更したため改造は行われないことになった。オーストラリア空軍無け EA-18 G 初号機は2015年7月30日に初飛行し、アメリカ本土でオーストラリア空軍へ引き渡された後、アメリカ海軍第9試験評価飛行隊で6ヶ月間の実用試験が行われた。オーストラリア本土へは2017年2月からフェリーフライトを開始、クイーンズランド州アンバレー空軍基地に前期配備されており、2019年4月30日に、 初期作戦能力を獲得した。EA-18G はアメリカでも機密度の高い機体であるが、これを導入できたのはオーストラリアがウクサ協定に参加していることと無縁ではない。日本2018年1月1日、日本政府が電子専用の攻撃機を導入する検討に入り、EA-18G が候補に入っていると報じられた。 フィンランドフィンランド空軍が運用している海、A-18CD 戦闘機の後継機となる新戦闘機導入計画 HX に対してボーイング社とアメリカ海軍が海、A-18EF と EA-18G をパッケージとして提案する意向を示しており二千十九年二月十八日にアメリカ国防総省はフィンランドへの e a 十八 G 輸出を承認した。ドイツ2020年4月21日、トーネード ECR の後継機として15機を購入する方針を示した。ありがとうございます。